これが東京都稲城市で発見された。オキクムシは両腕を後ろ手に縛られた人間のような形をしている。江戸の寛政6年、播州皿屋敷で有名な姫路城のお菊井戸に大量発生し、お菊の怨念が宿ったものとして当時人々から大変恐れられた。そのオキクムシが時を経て場所も数百キロと離れた稲城市の民家の庭の井戸から大量発生し、付近の住民をパニックに陥れている。保健所が検査したところ、この井戸からは致死量相当のオキシベン酸が多量に検出された。井戸を持つ民家の住人が決死の思いでオキクムシをビデオカメラに収めた映像だ。ご覧いただく。もう一度ご覧いただく。やはり毒々オキクムシは実在した。